悠久の地。アジアの国々には私たちが忘れてしまった何かが今も息づいています。綿という言葉をキーワードに、心の風景アジアンノスタルジーを求めて旅します。今回の旅人は人気上昇中の若手俳優浜尾京介。さあ、微笑みのアジアへ一緒に旅立ちましょう。ベトナムの首都ハノイ。街のシンボル東賀門は1749年に建てられたハノイ城の城門で、11世紀から19世紀に栄えたベトナム王朝の名残を今に伝えています。東賀門の西側に広がるハノイの旧市街は、昔ながらの街並みが残る趣をたたえたエリアです。ここでは長い時の流れに培われた文化や生活の匂いが、訪れる人を一瞬にして別世界へと誘ってくれます。ホアンキエム湖は町の中心にある湖で、緑豊かな湖畔が人々の憩いの場となっています。その湖に浮かぶ島に、ベトナムの英雄や聖人を祀る玉山寺があります。ホアンキエム湖にはこんな伝説が残っています。その昔、レ王朝を開いたレロイ王がホアンキエム湖で船遊びをしていると、口に剣をくわえた大亀がやってきて、その剣を王に授けました。王はその剣を使って中国と戦い、ベトナムを勝利に導いたというお話です。わあ、でっかい。玉山寺には体長2メートルの大亀が鎮座しています。王が亀に剣を返したと伝わる場所には亀の塔が立っています。浜尾くん、ちょっとこの辺りでブレイクタイム。今日は雨が降ってるんですけどね、すごく気持ちいいですね。この雰囲気、池があって後ろに森があって、すごい綺麗な景色で飲めるなんて、すごく日本ではめったにないんでね。では早速コーヒーをいただきたいと思います。あ、これは何でしょう。見てください、コーヒーの豆ですかね。でもこれもう出来上がってるのかな。すごい、この入れ物結構珍しいですよね。では早速いただきたいと思います。どんな味がするんだろうな。結構濃いですよ。日本のよりもちょっと濃いですね。何でしょう、僕コーヒーが好きなのでこの味結構ハマっちゃいそうですね。まあ、さっきもらったんですけど、これ練乳みたいなミルクだそうです。これをまあ中にコーヒーの中に入れて、まあ、甘くするとまあちょうどいいかもしれないです。すごく美味しいです。このベトナムのコーヒー、輸出はブラジルに次いで世界第2位だそうですよ。綺麗だな。浜尾くん、ベトナム名物の乗り物シクロに乗って街を散策です。
ハノイ旧市街には他のどの町とも違った独特の空気が流れています。とりわけハノイ36通りと呼ばれる一角は、11世紀ハノイに都が置かれていた時代から商工業の町として栄え、今も古き良き時代の面影を色濃く残しています。当時の機能と形態が今に受け継がれ、幾重にも交差した通りごとに同じジャンルの店や工房が並びます。これは11世紀に李王朝が宮廷への貢ぎ物を作らせるために各地から職人を招集したのが始まりだと言われています。ここは濃密な時間が流れる郷愁の町、人々の暮らしが通りにまであふれ、角を曲がるたびにめくるめく光景に出会える旧市街はハノイの顔と言えるでしょう。ここがブリキ通りです。ここも活気があってすっごいパワフルですよ。あ、やってますね。行ってみましょう。はい、しんちゃん。しんちゃん、すごい、なんかブリキがたくさんあります。一つ質問したいんですけれども、これ一体今何作ってるんですか？À, cái này thì không làm được đâu. Mà có muốn cắt thì là. Sorry. すごく急なんですけれども、ちょっとこの作業を見てて僕もなんか作ってみたいなって思ったんですよ。で、僕にも何か体験できることってあったりしますか？không được đâu. Có cắt giúp cái này bằng máy này được thôi. Stick.いやいやいや、はいはいはい、作ることはできないんですけれども、この棒を切ることは、切る体験はまあしてくれるそうなんで、まあやってみたいと思います。これもできるのかな。あ、ちょっと怖いけど。浜尾くん、大丈夫かな？なんか中学校の技術家庭科の授業を思い出しました。すごい楽しかったです。浜尾くんが旅の締めくくりにやってきたのは、旧市街の北にある太古です。綺麗だな。湖の多いハノイの中でも最も美しい湖として人々に愛され、息を呑むほどの夕日が望めるベトナム屈指の絶景ポイントです。ハノイの夕日、まるで浜尾くんの旅の終わりを祝福するかのような美しい夕日です。湖面に赤く映える夕日のその幻想的な光景が、
どれほど多くの人の胸を打ったことでしょう。ベトナム、千年の都、ハノイの一日はこうして静かに幕を閉じてゆきます。ということで、ベトナムの旅本当に楽しかったです。ベトナムに来るのは初めてで、正直ベトナムの文化について、日本と全然違うのでびっくりしたんですけれども、ベトナムの人たちと、コミュニケーションを取ったり、たくさんいろんなところに行ってすごくいい刺激を受けたし、たくさん勉強になりました。すごく楽しかったです。旅、それは発見。次はどんな出会いと触れ合いが待っていることでしょう。微笑みのアジアへと旅は続きます。